確かね。え？何が？お見え？え？黒幕だったんですね。いや言ってください。いやなんかね、その失礼な態度、ね、本当にまさか、まさか、ね、あんなものをかぶられてくると思います。有馬記念楽しみですね。だからだからですか。そうです。いやだからでも分かんないですよ。舞台にかぶれって言われてかぶってみたんですけども、もう視界がゼロで諦めました。なるほど。有馬記念の話ってことですか。そうです。あの生配信の。そうです。おお。軍資金を決めますよね。ですよね。ですよね。はい、もうね、来なかったら家まで行こうと思ってたんですよ。本当に。軍資金をどうやって決めようっていうのが、はい、はっきりしてなかったんで、はい、どうしようかなと思って。それの相談。相談に来ました。あ、でも我々もね、結構その件については結構。はい、話し合ったりしてるんですけど、一応まあ考えまして、はい、我々の案といいますか、はい、あるんですけれども、聞くだけね、いいですか、大体いいですか。まずガーデンサイコロを用意しますね。このガーデンサイコロはまあ名前の通りですね、ガーデンにちなんで庭という文字がたくさん書いてます。はいはいはい。で、それを振りますね、はい。で、庭が出ると庭ということで28、つまり、はい、軍資金が28万円。なるほど。いやすごいですね。ただ6面あるじゃないですか、はいはいはい、1面だけ何も書いてない面がありまして、はい、1面だけですよ。その何も書いてない面が出ましたら、100万円おお6面サイコロのうち1個100万円の面があると。もうだから確かに岩じゃなくてもいいです。別に10、10、10、10、100、やっぱ夢がね、夢欲しいわけですよ。やっぱそのいやそうです。それをね、まあね、確か100なんて数字はね、おかしなこと言ってんの分かってます。本当給料何ヶ月分なんだよっていう。いやそれはそうです。分かります。それは分かりました。え、分かりました。はい、有馬記念の瞬間が一番ドキドキしますけど、私はそのサイコロの瞬間が一番ドキドキします。それはもう黒幕にはメリットがなくなっちゃうじゃないですか。そうですね、そうですね。だから前も登録者数とかやってたじゃないですか、でなんか目標がありますもんね。もうですね、実はその一番の大手ホールさんが何万人ですって話があったじゃないですか。ああ、ありました、ありました。今もう15万人ぐらい。15万人ですか。そんな。でもうちらも今12万。おお、すごいっすね。もう手が届くようなところにも来てるっていうことなんですよね。ああ、だったら、はい、今が12万、5000人だとしまして、はいはい、そこから5000人登録者数が伸びるたびに、はい、その100の面が面を1だけ1増えますか。そうす、5000に対して1ですから。なるほど。もう1だけですよ、だから。なるほど。そうですよ。もう当たんない。3分の1になるだけですよ。もう1面増えても。そうです。3分の1は我々リロのトマト引けないですから。引けないです。本当にすごい説得されそうな感じだね。仮に3万いったら全面100になりますわ。なるほど、はい、つまりだから5000で5000で1面増えるということは、まあ1万だったら2面増えるっていう。なるほど、なるほど。ことになるのかなって。それでもうじゃあその超えたらめちゃめちゃ言って、もう6面100万サイコロ完成しちゃうってことです。まあそうなってしまうんですけどね。まあさすがにね、さすがにもいかないと思いますけど。そこはないと思うんですけど。わかりました。でちょっとこれまた社内で問題見てですね、はい、これはもし流れてたら OK ってことになってると思いますんで。あ、おお、なるほど。逆に減ったとしても1面は100ありますからね。そうです。それはどんなことが起きようと、どんなことが起きようが1面1面は絶対に100。わかりました。ちょっと検討して、はい、そのどういうサイコロになるかを、はい、あとサイコロは確認しますからね、事前に。何回か振らせていただいて、それはしますから。変なこと考えないでください。確率が偏っているようなら別のサイコロにします。ガーデンに対する熱い信頼を感じます。ありがとうございます。生放送です。
ですから、生もちろん変えられないですから。でも生放送中にずっと決めましょう。そうそう、みんな見てる前で、皆さんが見てる前で打って、はい、そうすればもう規制も何もないですから、それでもう出た目で勝負しましょう。いやいや、なるほど、本当何にもいいアイデア出なかったんですけど楽しそうですね。わー、さすがだよ、さすが黒幕は本当に、お目が高い、さすがですよ、目が高いです。普通ね、もうダメって言うんですけど、これはじゃあまた有馬記念を楽しみに。はい、私も有馬ですもちろん行きます。うわー、楽しみ楽しみ。じゃあ3人でね、また当日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。サイクル案が通ると思わなかったんですよね。なんでも意外といけ、だからもっといけたんじゃない。確かにね。あ、でも一人一個のつもりで話してたって言えばいいのか。確かに、そう、今二人で一個なんて言ってないですか、ね、一言も言ってないですよね。言ってませんよね。だからサイコロの数言ってませんよ、ね、だから本番で一回振ってあーってなったら、はい、あ、じゃあ僕、じゃあ僕がええそれですよ。あ、その作戦いいじゃん、ねね、それだって2人のご褒美というかね。そうそうそう、だって逆に1個だったらどっちが振るんだって。本当だよ、ま、これは喧嘩になる。あ、その作戦いいじゃない。まあでも登録者数って言っちゃったから、ぜひあのもう多分きついと思うんですけど、全然無理は、はい、に2面欲しいっすね。だからできればあの5000だけ増えれば、5000あったらすげえありがたいです。全然違う、2面3分の1か6分の1かは、1面が6分の1だと、2面だと3分の1まで、うん、いや、これはでかい、はい、どうにかちょっと、うん、もうご無理なんでしょうけど、そうですね。オグラと岡野のクズパチやめーかうおー、切ったー。いやー、ついに、あの打法を試す時が来たな。来ましたね、やっぱパチンコスロットっていうのはそういう楽しみありますからね。まあ探っていくというね、やはり正しい打ち方というものは存在するんですね、これはだからもしかしたら理の以来の、感じですね、この打法、ね、新しい打法という、やはり一つのものに特化している台っていうのは、そういうのがありやすいというか、そう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 、ちゃんと存在 してる可能性が大いにあるんですね、うん、じゃあ、こちらの宗教で、こちらの宗教でいいですか、エバブル、はい、先読み宗教で。わかりました、お願いします、はい、失礼していいですかでは私も失礼しますね。失礼します、はい。音を下げさせていただきます。あ、ほとんど聞こえないね。ほとんど聞こえませんね、音下げると。いいよ。では皆様失礼します。失礼します。すいません。不安で見ちゃうわ。不安で見ちゃいますね、やっぱね。モグラ保留ずっと溜まってるよ。あ、ずっと溜まった。やっぱ保留問題がどうしても出てくるんですよね、これ。むずいわ。こういうのもできますね。こういう。うん、マスクの新しい使い、あ、これありだわ、これありだ、これでやってみよう。楽しみを得ようとしてんだけど減ってるような気がするんだよなその分でも、うん、我々が信じるのはレバー様だけですからレバー様だけを信じるためにはもうこうするしかないんです。いや、いや、確かに、僕みたいに赤を信じちゃうやつがいるから、見る方はどういう感じなんだろうね。どう見てるんですかね。どう見てるんですかね。皆さん、ちょっとわからないんですね、その点も、。だから無音だとめっちゃ怖いですよ。これね。もう、わっ、もう、わっ。あ、え、わっ、嘘。あ。39回。
うわすげえ、うるった。いや今、いや俺も光ってんの見えたっすもん。うわーって来て、パッて見たら、やばいよ。ちょっと待ってくれよ。もぐらこれやばいよ。これでもう96ですからね。いや死ぬが、いや死ぬ左手だけが、左手だけがこれすごいな。39回すごい。しかもこれはもう無欲の、なのでラッシュに入る可能性がかなり高い。高いです。欲がなかったですからね。単純にしかも僕3回目ですから。そうです。でもラッシュ中、ラッシュ行ったらラッシュ中もできますもんね。岡田さんこれ俺は一番ラッシュ行きたい。行きつけあとあれ何、ファイナルジャッジでもできんじゃないですか。ファイナルジャッジやだよ。ちょっと待って、ファイナルジャッジもいやできるでしょう。分かった、ファイナルチャンスで。分かった、行く。ああ当たりましたね。いやおめでとうございます。 ありがとうございます本当に。でここです、ここです、ここです。私2連続今単発です。ここなんですよ。わあ綺麗。さあここです。ここで赤が勝手に赤、赤が、うわー、やっそう、やばいよ。お願い、本当に頼む、頼む、うわー、嘘、マジマジ頼む、まずまず、もう耐えられん、耐えられんって、いやー、これはきつ、でも、いやでもまあ切れる切れる切れる、切れる、あ、切れる、あ、切れない。でも俺にはもうレバー様がいる。そう本当に大丈夫。こっからはもう見ない俺は。で、はい、ファイナル、あ、え、もぐら、え、プシュンってなったんじゃないこれ。え、ほらほら、あー、ほんと、ほら、え、え、これ復活しよう。あれ復活、復活、あ、ほんとだ、あ、うわ、いけるやつだこれ。うわうわー、すごい。いやいやー、やりました。いやおめでとうございます。ありがとう。うわよかった。3回目にしてやっと、やっぱり無欲だったから。無欲ですね。さあここからはもう私は、ずっと右打ちでいい。ずっと右打ちですね。だからこれもういや俺これた音を下げて楽しみたかったモードをどっちにするか。どれいい、まあ、もうどっちでもあんま変わんないですけど。こっから俺ずっと下向いてればいいの。はい、で私も下向きますんでとにかくもう下です。わかりました。じゃあ皆さん、あとは皆さんのみぞを知ります。行ってきます。とにかく僕は震えることだけをマジで頼む。ラッシュいいな。もういやラッシュ、僕らもう始まってんでしょ。もうこれやばいよ、ま、マジでどうなってんの。もう始まってんすよ。いや本当に怖い。ただラッシュ中はこれ向いてるかも。最初じゃないですか。もうリーチかかった時、僕らまだ震えてないんだけど大丈夫。えどうしよう、もう怖くて見れないもん。違う、え怖っ、ねえ大丈夫。皆さん見てる方、えどうなってんすか、どうなってんすか今。みんなコメントで教えて。大丈夫あっ、なんだ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 、違う50% だって、これで外れても大丈夫なやつなんで、得するだけです。なるほどなるほど、80だ。ゆうちゃんやばくない。うわびっくりした。どこで来てた。激アツ。もう大丈夫。びっくりした。え外れた。おお待った。あこれユニコーン予告だ。 77% のやつ、めちゃくちゃレアよ。うわ外れた。
やっぱブルってなかったっすもんね。ブルってない。でも早くお母さん下向け。ごめんごめん。俺は大丈夫なのか。いや僕も何も言えませんよ。モグラ最初から赤い赤掘り何も言えないって何。終わってんの。何も言えないでしょ。それだって僕は何も言えないのよ。モグラモグラよ。何も言えない。マジでお願い。いやいや、マジでお願い。モグラ違う。モグラ不安で不安で死にそうだ俺。もう岡野さん岡野さん何自分で判断して自分で判断してよ。マジで怖い。見るよ。ちょっと待って。ちょっと待って。俺もダメだ。耐えられ。マジで俺が。マジで俺が。マジ。違う。嘘だよ。一回もブルってない。お願い、マジでお願い。本当にごめん。頼むよ。お願いだよ。ねえ。やばい。4回転あるよ。あ、やばい。これもやばい。これ諦めちゃダメだ。4回転ある。あ、ブルー。ここも来るかもしれない。あんまりだよ。あんまりよ。あんまりだよ。もうダメか。ダメ。どっち？ダメ。わかんない。ちょっと長いよね。見ます？見るか。せーの。せーの。まだ俺受け入れられない現実が。え、俺は終わったの。どういうことなのか。ラッシュに入って転落引いたんだ。だからもうずっとお母さんがこうやってる時にブルブルになるの。言ってよ、バカみたいじゃん。いやでもフルフロンタルを見ちゃったらもうフルフロンタルでブルってないって絶望的な状況だから。そうか。そうなんですよ。だからモグラいつもレバブロ切ってたんだよね。そうなんです。だから僕はレバブロ切ってた。あ、そういうことか。じゃあもうあの時点復活の望みも結構薄いんだ。薄いですね。いやラッシュ入んなかったのもめちゃくちゃ悔しいんですけど、それ以上に319の衝撃がちょっと。だからパチンコの最終形態だよね。画面なしの、なしのね、もうブルリのみとか。319のブルリのみ。だからあれもあるよね。こう今こうやっててさ、ね、保留が変わったらまあ 40% じゃん、はい、したら音を下げた。待機。それやってやるのがいいです。それありだな。それが効率がいいかもしれない。音を下げなくてもいいか。待機。待機ね。でも音下げないと保留が変わったなとか。そうかその切れ目が分かっちゃうんで次だなとか。音下げて待機。点滅とか始めた瞬間にも音下げて深いね、意識へ潜るっていう。ありですね。ありですよこれ。来た。モグラが戦闘態勢になった。落ち着いて。いやこれ緊張するな。え、来ない、やばい。え、とにかく落ち着け。え、来ない。すげえ、一個前で来たんだ。一個前で来た。しかも赤だもん。いや、やば。赤は元から80%ぐらいあるもんね。あ、これ正しい打ち方かもね。あ、これはすごい。
確かこう潜る、うん、体勢に入るっていうのは潜るのありよ。これ皆さん結構ありですよ、うん、ありがとうございます。さあここ入れたいよ。あ、もう持ち玉がもう飲まれる寸前でした。やば、残り233玉。はい、ここでもぐらさんには稼いでいただいて、頑張ります。また潜り遊びをやらせていただきたい。もぐらさん、はい、この抽選の時潜れるんじゃないですか。ここで震えるっしょ、上がったら。上がったら震えるんですかね。どうだろう、一回やってみます。あ、行こう。あかんなれ。でもあ、声出さないぞ、こうあえて。ああ、頑張れもぐら。あ、震えない。なんで見るんだよ。いや、音がだって震えない。よしよし、あ、ラッシュラッシュラッシュ。ゆうくん、震えないじゃん。おかしいおかしい、震えない。おかしいから、ふざけんなじゃない。いや、なんで見るんだよ、もうおかしいんだよ。行ってきます。じゃあね、お気をつけて。あー、怖い。怖い怖い。汁をね、やっぱ味わえるように。あ、大丈夫だよ、もぐら。え、もう見ていい。あ、大丈夫大丈夫。あ、見ちゃダメ、もぐら。ダメ、もぐら、絶対見ちゃダメ。絶対ダメ。あの、本当に集中して。わかりました。もっと下向いて。もぐら、もう左手に全神経集中して。もうやばい、これ。ダメダメなの。見ますよ、一回一回。見るなって。一回見る、一回見たいの。どうしても見たいの。一回どうしても見たいの。これね、僕もやってて分かるんですけど、こうやって喋ってると意外と安心するんですけど、誰も喋んないとマジ怖くなるんですよ。いや、怖くなるんですよ、本当に。なんかなってんのかなとか、いろいろ考えたり。ああああフルフロちゃんがでかいよ。いや、あそこでやっぱ回避できたのがね。あれがもう全て。あん時でも顔上げなかったらどうなってたんだろうね。いや、どうなってたんだろう。自分に起きたあの恐ろしいことを知らずに、知らずにね、ブルッターッって見て、うわーっとこうやってなってたんですかね。さあ、そしてここで行きました。ハイパー行きました。一番この潜りに向いてるモード、一番深い、もうパチンコのもう深みの深み、もう深海の部分です。これが、無欲でいくら続くかですね。いや、そうですね。ただ左の左手だけをこう、そこにだけ全神経を集中させてね。よっしゃ、行ってきまーす。いらっしゃい、行ってきまーす。もう目の恐怖もない世界に。本当は目の恐怖がある世界なんですけど、モグラにはもう目なんて怖くないんですよ。なぜなら何も見えないから。おお、最高だね。これはすごい。これ適してるね。これすごいわ。ここでやるんだ、やっぱり。ここでやるんですね、皆さん。そうだそうだ、覚醒ハイパーでやるんですね。私からは何も言いません。あ、怖い。Thank you.
ああ目来てんのかな、もう怖い。いやダメだ、目のことは考えてあります。そう、もう左手だけ。そう、ただ左手だけです、素晴らしい領域まで行けますね、小倉さんが。ありがとうございます。目なんて出てないと思ってますからね。目なんて出ていません、出てるの今の言い方。見ていい？ダメだ。ダメ。大丈夫。長いよ、もう長いよ。だいぶ長いよこれ。長いよ。長い。見ていいですか？見るよ。まだダメよ。まだ。いや、ずっと暗闇に耐えることが大事なの。やっぱ自分との戦いみたいなとこあるから。もう目きてるでしょ。そんなみんな不安になるけど、そうだね、マイナス思考が一番良くないよ。そうですね、私はただ信じるだけです。これ上皿足んなくなったりとかしてないですよね。全然。不安でしょう。不安です、ものすごく不安です。いや一回見ていいよ。いいですか？一回な。見ますね。行きます。痛かったんだけどな。目来てたの。来てた。やっぱり目来てたんだ。目来てたんだ。だって長すぎるもん。もう目の時間よ。あんな長かったら。四連の汁じゃない。やっぱすごかったもんね。ゼロ一個違いますよ。あ、本当ですか。これ四連の汁じゃない、これは。ゼロ一個違う。ゼロ一個違う、この汁の出方は。あ、そんなすごいんだ。モグラがあと千玉ないぐらいか。はい、私もそのぐらいですね。あとここにまだそうしてお金があるんですね。今日は、今日はね、挑戦できるか分かんないけど、俺理想は本当に一回寝てみたい。ちゃんと本当に寝た時に一番の目覚め、この世で。確かにレバーで起きると同時に当たってんすか。当たんだから。これはすごいですよ。すごい。見たことないでしょ、この目覚めが。レバブルって。なんで寝てるやつがいい思いすんのっていうそれがでもパチンコなんですよね。本当に寝れたらすごいけどな。いや、もう一回当てたいな。もう一回当てたいね、もう一回ラスト入れたい。なぜてんのあいつ。あー、じゃあやっぱちょっともう一回当てないと。ちょっと日本分ねえよみたいな感じ。お前たちみたいなとか寝てるとこノーカットで。なんだ締まりが悪い。いつも悪いだろそんな。よかったことないだろ。今日だけ、今日だけそんな締まりがみたいな。そうだよ、いつも切るだろうよ。いや確かに。いや、そうなんですよね。ついに来たってなんないですよね。昼飯開けてすぐいやー、500か。お布施をしてください。もうお金1万円しかないよ。さあ、しがみの時間がやってまいりました。皆さん久しぶりですね。使っちゃダメなんだよ本当は。本当はね、支払いがあるの。行こう。もう2万4000円だよ。あーねー、あーあああ、えらいこっちゃ。あやばいやばいやばい、おかしくなってる。いやー、モグラ荒れてますよ今日は。モグラさん今日荒れてるじゃないですか。なんか
あれもぐらさんですよね、あなた、どうでした今日。今日は回収日違うよ多分ね、あのずっとそれ言ってる、今日なんかガーデンにやられたみたいなこと言ってますけど、はい、あの他のユニコーン全然調子良かったですよ。あのあなたとあなたの横2台、私あなた、あなたの右の方の台だけ腐ってただけです。 あなたが腐らしたのです。私が腐らしたんですか。なんかこんなことは言いたくないけど、あなたが腐らした可能性がかなりでかい。あれだけ謝りたいよな、途中でね喫煙所で来てくれた、はい、そうなんですね。今日はですね青年がですね、クズパチのファンだということで、遠くからですね来てくれて、来てくれまして、仕事休んできましたと。そうそう、いやダメだよとか言ってね、でもぐらさんの右手が空いてたんで撮りました。もぐらさんの右で打てるなんて本当楽しみです。いやね、だからいつもは僕が右でやってるんで、今日は特殊にあの逆にしたんで空いてたんですよ、はい、そしたら800はめて飛んで帰っちゃう。もうね、だから僕らの右出るとかもうないの、本当に。もうね、今まではあったんだけど、もう今日でおしまい。僕らの両隣の台は腐る。だからそれだけ申し訳ないな。申し訳ないです。あの青年もう一回声かけてくれたら何かしら、謝罪なり、はい、なんか品を贈り物だったり、贈り物だったり。何かをね、やります。なのでもう青年本当に落ち込まないで、はい、悪いのは私ですから。そうそう、あなたはもう全然大丈夫。まず結果を見ますか。そうそう、いきましょう、はい、結果の方はこちらです。どうぞ。いや今日はどうですかこのもぐらさん。いや今日はねやっぱパチンコあるあるなんですけども、もう本当本当に一番きつい負け方。そうだよな。なんですよ。このね朝バーン立ち上がりがねみたいな立ち上がりが良くて、そのまんまただ沈んでいくという。そうなんだよな。後半は本当に何もなかったもんね、多分ね。何もなかったですね。何もない時間長かったね。後半は本当ただのもう禅というかもうあのレバーを握って。ただ己と向き合う時間が非常に長かったので。長かったわやっぱ、あとやっぱさその僕もラッシュ、3回初当たり引いて2回単発で1回ラッシュ入って、はい、ラッシュ即スルー、はい、あったんですけど、はい、ラッシュの画面を1回も見てないんです。エンドしか見てないんです私。あのずっとなぜならレバーシン様、レバーシン様に頼る打ち方をね今日はやってたんですけど、もうやっぱなんかラッシュ入った気がしてないのよ。だからもうエンドしか見てないから。そうなんですよ。だからすごいストレスというか、ラッシュを今日は岡さん見てないんです。見てないんです。あの入ったんですけど見てないっていう特殊なパターンなんですね。これはね非常に私も汁が出たんですけれども、この打ち方を推奨できるかどうかというと、これがまた難しいって言いますか。そうですね。結構ちょっと裏すぎる可能性もある。ちょっと行き過ぎてるパターンありますね。理論よりちょっと悪質というか悪質というか。どう思われたか教えていただきたいですね、見てる方がね。確かになんか正直ちょっと僕らも見るのが怖いというか。怖いです本当に。分からない、見れてないんで。そうなんです、画面も何も見れてない状態ですし、そうですね、まあ全然もう辛辣な、ね、もう二度とやるなとかでもいいです。そうですね、あのそこはあのガーデンの方が、はい、多分ね見てくれると思うんで、そうですね、見てちゃんと怒られると思うんで、はい、ぜひあの投げてください。まあちょっと新しい可能性を。そうですね、可能性は感じましたね。そうです、ただ可能性に殺されないように頑張りましょう。そうですね、はい、はい、ということで次回は多分普通の実践になると思うので、はい、はい、また見てちゃんと見てください。またね。はい、もぐらが今日落ち込んでんすよ。まあ、でもこの後リノに行くっつってるんでね、機嫌が治るかもしれないです。リノでガーデンからメダルパクるしかないでしょ。ガーデンにボコボコンされたんだから今日。ガーデンにボコられちゃったよ今日は。本当に許せねえよマジで。本当大回収よ。